皆さん、こんにちは。自由民主党総務でおなじみの石破茂さん。石破茂が政治仲間恩師国民を裏切り続けた本当の理由や、石破が過去に数々行ってきた売国行為について紹介します。まずは、石破茂さんの経歴とプロフィールから紹介します。石破茂氏は、日本の政治家であり、自由民主党所属の衆議院議員です。現在、自由民主党総務を務めています。これまでに、防衛庁長官、防衛大臣、農林水産大臣、自由民主党政務調査会長、自由民主党幹事長、内閣府特命担当大臣など、様々な要職を歴任してきました。また、さわらび会会長、無派閥連絡会顧問、自民党たばこ議員連盟副会長、水月会会長なども務めています。父は、建設事務次官、鳥取県知事、参議院議員、自治大臣などを歴任した石破次郎氏です。自民党の石破茂元幹事長と中央大学の中北浩二教授が19日 BS 日テレの真相ニュースに出演し、9月に行われる自民党総裁選について議論を交わしました。石破氏は、総裁選に勝利した場合、10月27日に投開票が予定されている参院岩手選挙区の補欠選挙に合わせて衆院解散総選挙を行う可能性について、その可能性はあると思う。政権を選ぶ総選挙はあまり時期を置くべきではないと述べました。また、総裁選の勝敗について、勝つ見込みがなければ推薦人をお願いしないとも語りました。中北教授は、石破氏のように異論を唱える人物が適切に処遇される党であるべきだと指摘しました。石破氏は同日、国会内で記者団に対し、総裁選出馬に必要な推薦人20人の確保について、さらに確実になりつつあると述べました。また、新たに推薦人になると申し出てくれた方が数名いたと明かし、最終確認を進めた上で、早ければ週内に立候補を表明する意向を示しました。石破氏は当初、地元の鳥取県で記者会見を開く意向を示していましたが、都内で記者会見を開く可能性もあると述べました。その場合でも、最初に地元の議会、行政、後援会の方々に電話で伝えると説明しました。また、総裁選に出馬した際の政策として、防災省の創設とミサイル攻撃から国民を守るシェルターの整備を改めて強調し、国民一人一人の命と暮らしを守るために、さらに真剣に取り組みたいと述べました。石破氏は同日、 BS 日テレの真相ニュースに生出演し、世論調査で次の総理として支持が高い一方で、国会議員からの支持が得られない理由について自己分析しました。 NNN 読売新聞が7月19日から21日に行った、次の自民党総裁にふさわしい人物は誰かという世論調査では、石破氏が 25% の支持を集めてトップに立ちました。しかし、過去の総裁選では国会議員からの支持が乏しく、苦戦を強いられました。2012年9月の総裁選では、第1回投票で党員から圧倒的な支持を得て1位になったものの、議員票だけによる決選投票で安倍晋三元首相に逆転を許しました。国会議員票が得られない理由について問われた石破氏は、自民党にいながら自民党を批判しているからだと思いますと即答し、間違っていることは間違っていると言い、再考すべき点は考え直すべきだと言うと、後ろから弾を撃つとか、キジも鳴かずば撃たれまい、泣けば撃たれるといったことがある、そのために自民党にいながら党を批判するなと叱責されるのだと思っていますと分析しました。石破氏はさらに、おとなしくしていればいいのでしょうが、ものを言わなければ何のために国会議員になったのかわからない有権者が、これはおかしいと思っていることを議員が代わりにしっかりと伝えることが議員の役割だと思っていますと語りました。日本テレビ解説委員の菅原君氏から、ものを言いながら仲間を増やすのは難しいですかと問われると、石破氏は、不徳の致すところというのはこういう時のためにある言葉ですと笑いを誘い、ものを言うけれども、あいつはいいやつだと思ってもらえるように、まだ収容が足りないことを深く反省していますと
と自虐的に話していました。自民党総裁選挙が9月に迫る中、有力候補の一人として再び石破茂元幹事長の名前が注目を集めています。これまで4度の挑戦で敗北を喫してきた石破氏ですが、国民の間では依然として高い支持を誇り、その人気が党内の動向にどのような影響を与えるかが焦点となっています。石破氏は過去のキャリアや政策経験で国民の信頼を得てきましたが、党内では裏切り者としてのレッテルを貼られるなど厳しい評価が下されています。元衆議院議員の宮崎健介氏は石破氏の党内評価について、国民の支持とは逆に党内では仕事したくないと思われていることが多いと述べ、その理由として人格的な問題や仕事の能力に関する評価が影響していると指摘しました。石破茂元幹事長が JNN が2月に行った世論調査で次の総理にふさわしい人物としてトップに立ちました。しかしこの結果に対して石破氏は、知名度が高く内閣の外にいることで自由に発言できるからだと冷静に受け止めています。ただし総理の座を意識していないわけではありません。石破氏は国民からの人気を得ている一方で、自民党内の支持拡大には苦戦しています。彼は正論を唱えるたびに党内での支持を失うというジレンマに直面しているのです。昨年12月、自民党の派閥が絡む政治資金パーティー問題が国会で取り上げられる中、石破氏が民放のテレビ番組で発言した内容が党内で物議を醸しました。彼は岸田文雄総理の責任について、来年度予算案が成立した後に辞任するのも責任の取り方かもしれないとコメントしました。この発言に対して党内からは、後ろから鉄砲を撃つのかと厳しい批判が寄せられました。石破氏自身は一般論として話したつもりでしたが、この発言が党内で誤解を招き批判の的となりました。石破氏にとってこうした思わぬ形での受け取られ方はこれまでも経験してきたことであり、今回もその特徴が出たと言えるでしょう。そんな石破氏は2月10日に地元鳥取で国政報告会を開催し、9月の自民党総裁選について記者団に、いつ何があってもいいように準備しておかなければならないと語りました。この発言にメディアは総裁選への意欲を示したと報じましたが、石破氏自身はこれまでと何も変わらないと周囲に伝え、再び誤解されていることに困惑している様子です。さらに過去に石破氏の前に立ちはだかってきた大きな壁である安倍晋三元総理が昨年7月に凶弾に倒れたことも石破氏にとって有利な状況を作り出しているでしょう。安倍派の影響力が低下する中、石破氏は総裁選出馬に向けた準備を進めているようです。一方、共同通信社が17から19日に実施した全国緊急電話世論調査によると、石破氏は次期総裁にふさわしい候補として25.3%の支持を集めトップに立ちました。続いて小泉進次郎元環境省が 19.6%、 高市早苗経済安全保障担当省が 10.1% と続いています。この結果から国民の間では石破氏が次期首相として有力視されていることがうかがえます。しかし自民党内の支持層に限ると小泉氏が 24.2% でトップとなり、石破氏は 21.0%、河野太郎デジタル省が 11.2% と続いています。これから総裁選挙が本格化するにつれ、各候補者の支持率や党内の情勢がどのように変動するかが注目されます。総裁選に向けた議論の焦点としては、景気雇用物価高対策が最も多くの支持を集めており、次いで年金医療介護、子育て少子化、政治と金の問題が続いています。岸田文雄首相の退陣表明に対しても66.8%が退陣は当然だと回答しており、今回の総裁選が日本の政治の転機となるかもしれません。自民党内外の支持動向がどのように変化し、最終的に誰が次期総裁の座を勝ち取るのか、9月27日に予定される投開票まで情勢は流動的であり注目が集まっています。自民党総裁選の結果は
日本の未来を左右する重要な決断です。次期総理に誰が選ばれるかによって国の舵取りが大きく変わる可能性があります。そのため自民党議員たちが自己保身に走ることなく真に国益を考えたリーダーを選ぶことが求められています。もし党内で我が身か Y さんによる候補者選びが行われた場合、次の総選挙で国民から厳しい審判が下されることになるでしょう。総裁選は党内の問題である一方で、その結果は国全体に影響を及ぼすことから、国民はこのプロセスを注視し自らの意思をしっかりと示す必要があります。以上のように今回の自民党総裁選は単なる内部の権力闘争にとどまらず、日本の未来を左右する重要な選択の場となります。候補者たちが掲げる政策や資質をしっかりと見極め、国民が求めるリーダーを選ぶことがこれからの日本にとって極めて重要な課題となるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。